真っ暗やったんでね、今1回、2回、3回目ですよ、これ。残念なことに。ね、はい。3回目で入りましょう。入り口が80センチしかないからね、ほんとちょっと狭い。中はね、この先導が1メーターちょっとと、だから、これ、原始寸で入るとね、あいただ、2メーターぐらいあるんですよ。素晴らしい。素晴らしいんです。下ね、これ、いっぱいね、歴史を引いてあったんだろうな。すごいことになってんねんて。切られた石が多いからね。よー、綺麗に積んでくれてる。これ。現実が長いこと。すごいこと長いんだけど。うわ、最高や。この歴ね。よし、ほら、最高で、これ切ったんだよな。これね、こんなん見せてくれたらもう最高にね、古墳ファンは喜ぶけどさ。ね。10メーターぐらいなんていうか、11メーターぐらいなんだよ。綺麗に積んでくれとるで。ねえ。これはやっぱ週末期やな、この、このね、綺麗に切りしてくれてるのはね、随分後ですわ、これ。後期やわ。これ、これもろいね、これ。この、これが右左ね。これでね、先導と現実分けてはるかんとかね。あたたた。これよろしいですか、これは。墳丘は15メーターの割にはね、すごいの、石図がね、あるんですよ。これは見に来てください、これ。最高。ね、高さが4、5メーターやからね。これ、礫を張って修復してくれたらね、もう最高の、ね、古墳の観光地巡りの最高の目玉になるぞ、これ。はい、ありがとうございました。大塚古墳でございました。これ、中に入れると言うてくれたらね、もうちょっとね、あれだったんやけど、入れないかな思って、ね、来たもんでね。よかったよかった。結局ね、3回で3回取り直し。はい、ありがとうございました。あ、次行こう。